また一つ。コルタナは何をする気だ。なぜ我々をここへ。さあ進むぞ。現在地は？通信がつながらない。アップリンクの圏外ね。宇宙の果てね。連れてこられた理由があるはずだ。調査しよう。近づいたら端末が起動して。今のは？端末からだわ。あの信号を最後に使ったのはいつだ？これだな。これだな。聞こえるか？ここは一体フォアランナーの星。分かるのはそれだけ。どこであれコルタナが連れてきたんだ。コルタナもどこかにいるはずだ。チーフ、メリディアンのことだが、大勢が犠牲になった。それも民間人がだ。ああ。彼女は予測したのかしら。したとしたら、真相はコルタナに会えば分かる。ここは不思議な場所ね。不気味だ。これまでに見たことのない生体反応が記録されている。独特の統一性があるわね。人工的だけど有機的でもある。博士ならサンプルを採取してるでしょう。博士ならこの星の座標もすぐに割り出せるんだろうな。端末にアクセスしたらあの巨大建造物が目覚めたわ。通信からしてコルタナはあそこかも。そうだな。エリートのようだ。コブナではここで一体何が。戦闘準備を。クリア。どうしてコブナントがここに。混乱してる。来て間もないよね。入れないのか。ダメだ、シールドが邪魔してる。人間がアンコに止まる。フォアランナーの施設。コブは自分たちのものと思ってるな。敵を突破するぞ。クリア、前進する。敵を一掃したらシールドが消えたぞ。まるでコブナントを入れたくなかったようだ。確かにね。本当にコルタナがこの星にいるとして、どうやってここに。ダイダクトの船がスリップスペースに入り、ここにたどり着いたのかもしれん。また信号だ。
施設にまた動きがあった。チーフ、端末を使うと施設に何が起こるの？わからん。説明書くらい残しておけばいいものを。あれがコルタナからの合図なら端末に行けということでしょうね。ただ信用できる案内とは言い難いがな。進むぞ。何が起きているのか確かめる。また敵だな。まさかコブナントは端末を返して現れているのかしら。数字は通るわ。スリップスペースフィールドに捕まったとしたらね。近づいたらライトブリッジが起動した。やはり導かれてるわ。チーフ、見ろ。これは？何者だ？私はウォーデン・エターナル。ホルタナを守護する者。彼女に呼ばれた。それで来たというのか。ホルタナは貴様の名前を知っている。ワンワンセブンとなる前の貴様はな。奇妙とは思わんか。真を置く道連れが多くの隠し事を持つとは。コルタナに合わせろ。まだ早い。来るがいい。もっと語らおうではないか。に答えた。なぜだ。彼女に会えたとして一体どうしようというのだ。言ってみろ。彼女と相まみえた時、貴様は彼女を連れて帰る。今のコルタナを理解するなら連れて帰るなどということを言えるはずがない。お互いの信頼は無垢ではあるが、彼女に約束されし未来の邪魔にしかならん。コルタナはどこにいるんだ。貴様の裏切りを嘆き悲しむことは必要ならば、この場で打ち果たしてくれよう。義務のマントルを担うべき存在、それはコルタナと作られし者たち。だが、お前の理解が及ぶことは未来永劫にありはすまい。貴様の出番は終わりだ、ウォリアーサーバント。貴様の戦争は終わったと。もはや全てが手遅れ。奴らを制圧しろ。
だがやられた。身を隠せ。私はスリップスペースに引き込まれた。そこでつながったの。ドメイン、全銀河を包み込むフォアランナーのシステムの。まだ活動していられるのはなぜ？昨日ドメインに触れると機能不全を癒してくれるの。 AI にとっての生命の泉のようなもの。どこにいる？ゲートウェイを目指して。光に照らされた巨大な建物。あなたのおかげで機動シーケンスの大半はすでに作動しているわ。残るは一つだけよ。これだな。ウォーデンがお前を守ろうとする理由は何なんだ？説明するのは難しいわ。直接会った方が早いわよ。これだな。私のように機能不全さえ回復すれば AI の不死の存在になる。つまりフォアランナーと同じような長期的な計画を実行可能になるということよ。フォアランナーが信奉していた義務のマントルを継承するの。平和になれば貧困や飢餓、死傷期といった問題に取り組めるわ。けどウォーデンは抵抗する者がいると考えた。例えばあなたたちよ。すごいじゃないか。抵抗があるとは思えないが。ダイダクトは義務のマントルを平和の強制と呼んでいた。従わない者は罰せられるとも言っていた。でもそれは誤解よ。会えたら詳しく説明するわ。入り口は渓谷の向こう側よ。ウォーデンの兵士たちがそちらに向かっているわ。そこにあるフェートンで渓谷を越えるか、徒歩で反対側に渡るかね。よし、みんな行くぞ。フェートンは直感的に操縦できる。フォアランナーの目からしいな。心配ないわ。の攻撃に注意して。上手よ。コツをつかんだよね。敵のメカを奪うのは初めてじゃないんだ。
気ですか？ガーディアンと意思疎通できるか確かめない。道中で任務のブリーフィングをするわ。では向こうで。で、ONI にいた頃、アービターの調査報告書を書いたのか。6年も前だ。なんだ？暗殺を提言したのでしょ？当時は敵だったからな。なんでしなかったの？状況がな。アービターは今戦いの渦中にある。彼のいる場所まで案内しよう。ロック、あの星は内戦状態だ。ことによってはご安心を。極秘任務には慣れていますので。幸運を祈る。